どうも MJ です。今回は俳優になるには高校の演劇部には絶対入るなというテーマでお話ししたいと思います。これから芸能界を目指したい、俳優になるにはどうすればいいのって思っているそこのあなた、もし今あなたが中学生とか高校生だとしてね、俳優になるために何か練習したいな、演劇部に入ろう、そう思っていたならば、それは絶対にやめた方がいいです。なぜならば高校の演劇部に入ることにはデメリットがあるからです。具体的に言うと、高校の演劇部、中学生の演劇部に入ることに行って、プロの役者、俳優として活動をしていくときに、それが足かせになってしまうことがあるんですね。じゃあどうすればいいのって思ってる方多いと思います。なので今回は、じゃあ高校演劇部に入るにしてもこれは気をつけようっていうポイントと、じゃあ高校演劇に入ってしまったらどんなデメリットがあるんだっていうのを解説したいと思います。本題に入る前に、僕の動画では毎日こういった芸能界の攻略情報を投稿しております。見逃したくない方、今のうちにチャンネル登録をお願いします。まず高校演劇部に入ることによるデメリットっていうのを解説したいと思います。まず一番目のデメリット、素人臭くなってしまう、素人臭くなってしまうっていうところなんですけれども、やっぱ高校演劇ってプロじゃないんですよね。で、教えてくれる先生もその学校の先生であったり、もともと演劇部の OB であったり、もう素人なんですよ。そういった素人の方に教わると自分も素人臭くなってしまうんですよね。そして次のデメリットが2番目、変な癖がついてプロ入りした時に癖が取れなくなってしまう。これは僕自身がやってしまったことですね。僕はもともと高校時代演劇部に入っていたんですけれども、そういった素人の OB であったり、素人の先生方から教わった、結局芝居の本質とか根本が分からずに、その手探りでその変な芝居をやってしまったので癖がついてしまったんですね。結局下手くそな芝居になってしまって、プロ入りした時に後悔しました。ただまあ僕はその高校演劇部では都大会に行ったので、そういった実績を作ることができたので、そういったところでは良かったなって思ってるんですけれども、芝居は実際変な癖がついてしまって、それが取れるまでに2年ぐらいかかったなっていうのが覚えております。まあ、なのでもし入るとしたならば、そういったその素人が教えてくれるっていうところで気をつけた方がいいですね。もちろんその先生方をバカにしてるとか、 OB おじさんをバカにしてるというわけではないんですけれども、やっぱり仕事にしていこう、プロの世界で活躍していこうってなった時にデメリットになり得ます。なので気をつけてほしいかなって思います。そしてデメリット3番目、まあ、これが一番デメリットなんですけれども、高校演劇部に行ってたっていう実績があんまり実績にならない、これなんですよ。結局プロで活躍している人たちってプロの舞台であったりとか、プロの映像の現場でお仕事をしております。そうなった時に高校で演劇部やってました、それはデメリットになってしまいます。やっぱりプロじゃなくてアマチュアなんですよね。で、アマチュアで活動してたって言って、僕高校演劇やってましたって言っても、高校演劇がこいつ芝居できないなっていう風に思われてしまうことがあるんですね。だから高校演劇に入ると、そういった風に素人アマチュアに見られてしまい、しかも芝居変な癖がついてしまうので NG なんじゃないかなって僕は思います。じゃあそれを踏まえた上で、僕は高校演劇部に入ること自体は否定はしないんです。じゃあどんな風に高校演劇部にと付き合っていけばいいかっていうと、高校演劇に入りつつプロの芝居であったり、プロのレッスンにも同時に通う、これが大事ですね。で、具体的にどうするかっていうと、例えばレッスンに通ってプロの芝居を身につける、で、そのプロの芝居の実践の場として高校演劇をやる、こういったやり方をするのはすごい効果的です。やっぱり素人から学んだ素人の芝居を高校演劇で実践してしまうと、素人の芝居がもう定着してしまいます。そうじゃなくて、実際にプロから学んだ芝居の技術とかを高校演劇で試してみる、これがとてもおすすめなので、これを皆さんにおすすめしたいと思います。で、これに関して、じゃあ今地方に住んでて高校演劇部に入れるんだけども、プロのレッスン受けられないよって方は、ぜひとも MJ がやってる勉強会であったり、あとはオンラインスクールっていうのがあるんで、月額500円で学べるオンラインスクールがあります。高校生だったらバイト頑張れば1ヶ月500円ぐらい稼げると思うんで、そういったところで学びつつ実践の機会で高校演劇を使うっていうのはありなんじゃないかなって思います。ということで、皆さんぜひ高校演劇に入りたいなって思った場合は、プロから芝居を学びつつ高校演劇をやってください。くれぐれもこうプロ入りした時に、素人っぽいな、こいつの芝居下手くそだな、癖があるなって思われないようにちゃんと勉強しましょう、こういうことです。ということで今日の動画は以上です。
僕の動画ではこういった芸能の攻略動画を毎日投稿しているので、今のうちによかったらチャンネル登録してください。あとね、この動画がいいと思ってくれたら高評価だったりコメントをいただけるととてもありがたいです。質問がある方はぜひともコメントからください。僕がコメントから質問にお答えしたいと思います。あなたの高評価だったり質問が、あなたの高評価だったりあなたの高評価が僕の動画を作る毎日のモチベーションになっております。いつも高評価だったりコメントくれる方々ありがとうございます。ということで今日の動画は以上です。バイバーイ。